いいですか、喋ってよろしいですか、うん、私が学会に対する勝って、ね、言ってその学会を脱会した理由、その時点でねわずかな期間だけど、それは何言われたかというと、いわゆる当時の大学の幹部の、総学会の幹部の方を集めて言われ、うん、私が大学本部様にお目通りしたいというね、ちょっと留守してたんで、うん、そしたらお寺へ、ね、着きたいんですけどと、うん、ね、そしたらお寺の信心をやったら成仏しないって言われたんですね、はっきり、まあ、寺信心っていう、はい、だからその時にもしその幹部の方が、うん、いや学会は非常に、ね、頑張ってね、あの学会の活動の中でうんと揉まれれば君の成長は早いよと、うん、こう言われたら多分ね、私ねその時点ではまだ脱会する。だけどはっきりね、はっきり、はい、まあ、おっしゃられても、はい、これちょっと頼りだと、はい、はい、それで絶対そういうこと言うんだ、はい、あの今現実に私が学会に対するあの答え方は簡単ですけど、ここにあの、ね、本当に会社を、ね、起こした方がいらっしゃると、ね、まあ、営業会社として仮定してね、まあ、仮定するのは恐れ多いけど、それを、ね、如意宝珠というこの、ね、すごい商材を発明というか、これを作った方のね、そしたらそこにすごい優秀な営業部長が現れたと、ね、でもう営業部長力あるからバババババッとこうね広まった。そうしたら途中で土地狂って、あこれじゃないんだよとね、俺の力があるからねこれだけみんな買ってくれたんだと、じゃあ俺は独立して同じものを作ればいいじゃないかと言ってるのが今の、全くそ